上町にある中新田高校の文化祭で生徒らがプログラミングしたドローンショーが披露されました。ドローンショーを披露したのはデジタル人材育成に力を入れている中新田高校の2年生10人です。生徒らは今年9月から東京のドローン関連の企業から講師を招いてプログラミングの授業を受けてきました。10機のドローンは生徒らのプログラミング通りに星座やハートなどに形を変え3分間の編隊飛行を行いました。高校によりますとプロ用のドローンを使って高校生がショーを行うのは全国で中新田高校だけだということです。今まで経験したことなかったことを実際できたので、まあ、いい経験になったんじゃないかなって思います。実際にドローンで操作したときに思った通りに動かなかったりとかしたので何回も調節したりするのが大変だったです。ドローンショーは明日一般公開される文化祭でも披露されます。